しねえしねえ。お前らみたいなチンピラ引っくぐって豚箱に入れても税金の無駄遣いじゃ。どいつもこいつも鼻血のたまった面しとってからやって死んでしまえ。その方が掃除が早いぎ。俺は松井。あれはこの前気の利いたこと抜かしおったの。わしら誰からかすりもろとるんや。言うてみや、もういっぺん。わしここへ何しに来て。調べたいことあんねやろな。誰の許可もろってタバコ吸っとるんじゃ。あんやんのか。ボール聞こえてんのか。おう、うんたええや。こっちは10年でも20年でも仕掛け者のひげネタ揃えとるんだ。一生刑務所へぶち込んやろうか。何を頼むの。何のために遊んで飯食っとるな。ええ、小川おちんぽに因が含まれる。お前もお前よ。取締本部の海田というもんだが、広谷か。おお、取締られ本部の広谷じゃ。しゃれた口利くじゃない。たっぷり締め上げてやるから首洗って待ってろ。やれるもんならやってみや。広谷の下道すぐに引っ張ってこい。誰を引っ張ったところで暴力団はなくなりゃせんですよ。わしも警察に入っとりゃ足と花咲いたかもしれんの。そうじゃ、お前らにコントの安月給務まるで。やっと部長さん、なんだ警察に入ったん。ピストル持ちたかったからじゃ。取締本部、広谷の逮捕状取ってきました。わしも極道じゃけの、臭い飯食え言うて言うんじゃったらなんぼでも食うちゃる。おじゃ市長やら市会議員やら警察は何やっとるの。極道じゃけん我だけ牢屋に入ってこい言う理屈があるかい。入るなら市長から署長からつるんどるやつらみんな一緒に来い言うとるんじゃ。デリーだ、デリーだ、早く行ってね。極道を扱うには要領いうもんがあるんですよ。若いもん刺激して怪我人出しても、わしは責任取らんですよ。